ガチンコ作りテイク2スタート。はい、こんにちは、重工部のフラシーです。はい、今日はね、最初にお見せしたガチンコのお話をしたいと思います。ガチンコですね。ガチンコっていうのはよくあの映画の戦闘でアシスタントの方がねパチンってやるあのガチンコですね。クラッパーボードっていうんですけど、映画の用語ではね、要するにあの映画の冒頭フィルムの先頭にこう黒板でねパチッと出して、まあ、例えばこんな風に見せる、今ね見せしてこんな風に見せてやることですね。見せてやることで、これをここにタイトルとか、あとシーンナンバーとかね、書いてある。こういったものなんですね。動画編集やってみる方は分かると思うんですけど、いっぱい動画を撮ると、こうどこに何を入れるかとかね、どこに何を入れるかを考えながら動画を撮ってるんだけど、後で編集してる時にね、分かんなくなるんですね。あれ、これ何のシーンだったかなとか、ずっと見てみないと、10分見てみて、あ、ようやくここに入れようなんてことがね、分かるので、結局すごく手間がかかる。ですけど、ここにシーンナンバーいくつとかね、カットナンバーいくつとか、テイク何回目とかね、そういう風に入れておくと、まあうまくこうバーッと話せてストレートでいける人はいいんだけど、私のようにこうカミカミでミスが多かったりとか、いや、まあ、言い直しとかやり直しとかね、いうことが、あ、言い忘れたとかね、いうことがあったりするといけないので、まあ何回も取り直すわけですね。そうすると取り直していくうちに、何回もやってるうちにね、このカットをどれが本番カットかちょっと分からなくなることがあるんですよ。で、そういうことを防ぐために、まあ、こういうボードを使ってですね、まあ、要は管理用のボードとしてね、使ってるわけですね。で、それ以外に、今もそうなんですけど、マルチカムといって、まあ、2台のカメラでこう動画を作るときなんかは、こう、一番難しいのが動機を撮ることなんですよ。こちらとこちらのカメラ、まあ、A カメラと B カメラね、こちらのカメラと、このカメラと、このカメラとの動画を動機ですね。動機を撮るのに、これが使える。この音がですね、この音がキーになって、要するに、どっちも映るようにやろうかな。これでいいかな。用意。こんな風にね、やると、両方とも音が合うじゃないですか。そうすると、こう見ている方がこう違和感がないし、こう変な風にずれたりしないのね。こういう意味もあって、このクラッパーボードっていうか、カチンコですね、を使ったりします。はい、それでは行ってみましょう。これはですね、2本とも、同じタイミングで撮った、いわゆるマルチカムですね。同じものを別角度で撮っている動画2本なんですけど、これとこれのタイミングを合わせるために、先ほどやったカチンコを使うんですね。ちょっと波形をよく見ると分かるんですけど、ここね、ここでちょっと見てみましょう。はい、ガチンコ作りテイク2スタート。今テイク2スタートってここですね。ここ、もっと拡大するとガチンコ作りテイク2、これですね、この波形なんですね。この波形がもうちょっとこう拡大することもできますけど、この波形ですね、この波形のところにこうちょっと合わせてやって、ここでですね、フィモーラの場合はこのマーカーがあるんです。こっちに選んでここにマークをしてやると、今ここにマーカーがつきましたよね、青いやつですね。はい、これでテイク2パチッっていうところに、カチンコが鳴ったところにタイミングを合わせてやります。じゃあもう一方のビデオを、はい、これで、ね、ちょっとこちらも聞いてみましょう。テイク2パチッっていうところですね、多分ここの波形作りテイク2スタート、今ありましたね、ここですね。はい、もう一度ガチンコ作りテイク2、ここですね、この波形、はい、この波形がそのものだと思うので、これですね、この部分に合わせてやって、まあ、これ大体でいいですよ、別に大体この辺の波形がだなっていうところに合わせておいて、はい、これで2本2つの動画のですね、タイミングを合わせる、こう、まあ、なんていうかな、目安ができましたよね。はい、この部分とこの部分ですね。この部分とこの部分をちょっと合わせてやりたいと思います。これね、ちょっとずれているので、少しずつこう動かしてやって、まあ、ここでもまだちょっとずれてますよね。この波形と、これですね、これとこれの波形ですから、ここに合わせてやろうか。この波形をずるっとずらしてやって、まあ、ほぼこれで合いましたよね。ちょっと、もしずれてるとどういうことになるかというと、ちょっと聞いてみてくださいね。ガチンコ作りテイク2スタート。エコーがかかってるように、お風呂場で喋ってるように聞こえるでしょ。これをね、うまくここに合わせてやるんですよ。これでどうかな。ガチンコ作りテイク2スタート。
ほら、これでほとんどエコーみたいにはならないですね。はい、信号作りテイク2、スタート。はい、これで合いました。で、合ったので、まあ、合ったらこの合わせたところでもチョキンとこう切ってやればね。こう切ってやれば、もうこれで2つのビデオというのは同期が取れたということですね。ちょっと試しに見てみましょうか。こいつをこっち上につけて、こいつを下につけて見てみようか。はい、こんにちは。15分のフラシーです。合ってますね。はい、こういうことですね。はい、こうやって、マルチカム、2台のカメラですね、のタイミングをこう合わせることをやるということですね。はい、参考になったでしょうか。以上です。なので機能としては標識の機能とこの黒板の機能とがあればいいなということで、まあ、これ買うとね、まあ、それなりに1000円2000円するんですけど、ちょっと買っているのもめんどくさいので作っちゃいました。これね、実はこれ私が作った自作のクラッパーボード、どうやって作ったかをねご紹介しましょう。先ほど実はあのホームセンターと100円ショップ行ってブラブラして、さっと買って、まあ、大体500円ぐらいですかね。500円ぐらいの予算でできちゃったものです。まあ、ほんとパパッと作ったものですから、ちょっと簡単で参考になるかわかりませんけども、まあ、ご覧になってみてください。ということでですね、今日はクラッパーボードですね、を作ってみよう。制作編、スタート。はい、それではね、作ってみたいと思います。これはね、今日用意したの材料これぐらいのものです。まあ、これは、ホワイトボードじゃなくてブラックボードですね。黒板ですね、黒板。と言ってもね、これあのダイソーかなんかで買ってきたんですよ。大した黒板じゃないです。それからこれはあの白いペンですね。ペン。これ角材。これは 25mm 角のヒノキの角材ですね。あとは長板といって、まあ要は蝶つがいですね。蝶つがい。これが 25mm の角なので、これも 25mm の長板にしました。まあ逆に長板のサイズに合わせる方がいい材料をね。ということですね。このブラックボードをうまく使ってですね、このサイズに収めようかなと。これで。あ、かけますね。大丈夫ですね。はい。書いて消せることも分かりましたね。これでいいね。はい。あれ大きくなってるのこれぐらいですよね。この半分ぐらいで。おそらくこの程度のものもカッターナイフで切れちゃいますからね。こんな感じですね。ほら、こんな風になってんだね。ホワイトボード、ブラックボードってこれトタン板みたいになってて、トタン板みたいになってるね。で、ここは、だから磁石がひっつくんだ。鉄板だから。こういう風に、一応磁石がひっつくようになってるんですね。へぇー、こんな風になってんだ。この裏のやつはもう本当にペラペラの板だね。これひょっとしたら、裏の板だけちゃんとしたベニヤ板に変えてやれば使い物になるかもしれないですよ。はい、ちょっと物置からですね、シナベニヤが出てきたので、これを使ってやります。バラしてみないとわからんもんだね。で、シナベニアもね、同様に、これ、普通の、カッターナイフ、普通のカッターナイフって書いて、ちょっとごっついね、大きめのカッターナイフで、切れちゃいますからね、これ。カッターで切った方が、実は、結構綺麗に切れるんですね。はい、ということで、できました。まあ、切り口はね、ヤスリで整えてやればいいと思います。手切らないようにね。はい。そして、ここにこれが来るでしょ。はい。もう、おそらくこの鉄板も、これだけ薄いものですからね。これも多分カッターナイフで切れちゃうと思います。はい、切れました。で、ここにこうやってつくという感じですね。普段の加工なんですけど、ここにこういう風にね、カチンコが、本体がつくわけですよ。カチンコがついて、で、これが同じものが2本。2本ついて、上と下でパチンと。ここはノコギリですね。同じものをね、2本切って。もうこういう角はちょっとあんまりトキトキしてると怖いので、ね、面を取っておきましょう。
そしてこうなる感じでしょ。ね、はい。じゃあ塗装していきます。塗装はね、こういうやつで結構ですよ。ラッカースプレー、まあ何でもいいんです。これはそれこそ100円ショップで買ってきたラッカースプレーですけど、十分これで大丈夫だと思います。ね、これね、こんなんでいいと思います。はい、塗装がね、大体完了しました。まあ、こんな感じでね、やるんですけど、まず最初にやることはですね、この標識の部分ね、標識の部分をこう作っちゃいましょう。まあ、こんな感じになるんですね。できました。いい音するね、なかなか。どうでしょうか。そしてこれがこういう風につくという感じだね。はい。そしてここに先ほどの黒板をね、貼っちゃいます。これは多用途って書いてある。まあ、金属でも、木工でも、何でもつくので、まあ、この辺のものをね、選べればいいと思います。特に端の方ですよね。端の方が剥がれやすいので、端の方を中心にね、剥がれないようにしといてあげればいいかなという感じですよね。はい。そして、ここに貼っていくと。下の方は出すぎるとね、これ、手を切ったりするので、はい、こんな感じです。はい、そして最後になりますけど、ここにね、ここに取り付けてやると。しましょう。で、こちら側に先ほどの端材をね、置いておいて、こんな形ですね。はい、つきました。さあ、最後にね、まあ、木ネジですね。1、2、3本ぐらい留めといてやりましょう。はい、できました。完成。はい、まあ、これにね、タイトルとか書いちゃう、ね。ここにね、こんな風にちょっと貼ってやると、ちょっとおしゃれな感じになるかもしれないですね。スタートこんな感じですね。で、最後にホワイトペン使って、枠線を書いてやると思います。まあ、そんなに複雑なことはない。日付とタイトルと最後シーンいくつみたいなね、それぐらいかな。ここを書いてやりましょう。そしてカットシーンいくつみたいなね。これぐらい書くところがあれば十分だと思いますけどね。ちょっと行きましょう。こんな風でどうでしょうかね。まあ、この辺は自分で描いちゃうか。デイト。それからタイトルにしようか。それからシーンでしょうか。
こんな感じでどうでしょうかね。できた。ということで出来上がりましたよ。こんな感じかな。2020年1月、今日は6日。タイトル、カチンコ作り。シーン1。これでどうでしょうか。用意、スタート。はい、ということで、まあ、大体お枠できたんですけども、最後にねこのビニールテープを使ってここにストライプをね入れてやりました。これはね簡単です。これ普通の50円ぐらいのビニールテープを使ってもうこんな風にねペタペタとこう貼ってやっただけですね。多分ですね、これちょっとよく私分かんないんだけど、これこの白黒白黒のメリハリがある風にしておいた方が多分カメラのピントを合わせやすいんかなと思ったりもするんですよね。こういう風にピント合わせるのにこうあったコントラストがあった方が合わせやすいですよね。そんな理由じゃないかなと思いました。はい、ということでね、これを付け加えて終了ということで完成になりましたね。はい、ということで、いかがだったでしょうかね。今回は、クラッパーボードって、カチンコ作りですね。カチンコ作りをしてみました。まあいろんなシーンでこのカチンコってね役に立つと思うんですけど、まあ例えばこんな風にちょっとねこう後ろにこう飾っておいてもおしゃれかもしれないですよね。はい、そういうことですね。まあこれ小道具としてもいいしですね。あとはまあこんな風にね実際に実用的に使うのもいいかと思います。まあ YouTuber の方ね、ここまで本格的にやるかどうかは別として、私のようにマルチカムを使う方はねあると便利だと思います。最近はね、こんなんもあるんですよ。アプリのカチンコもあるんです。例えばこんな風に、カチンコ作り、こんな風に。こういうアプリもあるので、まあこういうアプリを使われるのも手かもしれないですね。まあ今何でも便利な時代ですからね。そういうものも使われるといいと思います。はい、ということで今日はね、カチンコ作りですね、お話でした。お役に立てば幸いです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。これからもね役に立つ情報をお伝えしていきますので、よろしければチャンネル登録してください。では次の動画でまたお会いしましょう。ゆおさん、さらーカット。お疲れ様でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画がよろしければグッドボタンを、私に質問のある方はどんどんお寄せください。それでは次の動画でお会いしましょう。